ザックジャパン以来の代表ブームが到来している日本代表。今の選手層の厚さは歴代ダントツと言っても過言ではなく、次のワールドカップでベスト8に行くのもほぼ確実と見られている。そんな森保ジャパンが現時点でどれぐらいのレベルにあるのか気になった我々は、今回とある防坂芸を使い、日本を FIFA ランク上位20チームが集まるワールドリーグに参加させ、どこまでやれるかを検証していく。果たして今の日本の実力はどれぐらいなのか。迎えたワールドリーグ初戦、日本の相手は現在 FIFA ランク2位のフランス。エムバペなどの主力を温存され、完全に舐められている日本。果たしてエムバペを引きずり出すほどの試合を見せられるのか。すると試合序盤、日本は久保、三笘、上田の3トップで相手ゴールに迫り、新ユニット誕生の予兆を感じさせる。そんな中、試合は21分、三笘のパスを鎌田が縦につけると、最後は上田がワンタッチで前を向きシュート。しかしこれはキーパーアレオラがキャッチ。そして試合は後半に入り58分、日本はペナ付近でチュアメニにボールを持たれると、ここから度肝を抜かれるシュートを決められ、日本が完全に意表をつかれ失点。これがヘッドホン装着男チュアメニ。彼がヘッドホンをしている時のシュート力は異常なのだ。これで厳しくなった日本は66分に三笘が惜しいシュートを放つも、これを決められず試合終了。日本はフランスに元世界王者の貫禄を見せつけられた。それでも内容はほぼ大差なく、フランスをあと一歩のところまで追い詰めた。続く第2節の相手は FIFA ランク1位のアルゼンチン。強豪フランスに善戦し、チーム状態は悪くない日本。果たしてワールドカップ優勝国相手にどこまで通用するのか。試合は13分、板倉がメッシにたまらずファウルを犯し、アルゼンチンにフリーキックを与える。これを蹴るのは当然神様メッシ。入っちゃったじゃん。これぞ全世界を魅了してきたリオネルおじさん。中村康介がギリ取れないコースに蹴り込んだ。だが試合は31分、久保のクロスは相手にクリアされるが、こぼれ球に鎌田が反応し、手の外から強烈ボレーシュート。しかしこれはマルティネスにセーブされる。さらに後半になると日本は攻撃のギアを一段上げるが、世界王者の決死の守備に完全に手を焼き、試合終了。日本がメッシおじさんの一発に泣き、ワールドリーグ2連敗となった。だがスタッツを見ると、日本はシュート数と支配率で上回っており、そこまで悲観する内容ではなかった模様。そんな中、迎えた第3節の相手は FIFA ランク4位のイングランド。ここまで内容はいいだけに、結果がついてこない日本。果たしてこの停滞ムードを振り払えるのか。すると試合は7分、日本守備陣がケインに簡単に前を向かれると、そのままシュートまで行かれ、序盤からヒヤヒヤする展開。それでも試合はエンド変わって54分、遠藤がフォーデンからボールを奪うと、日本のハイスピードカウンターが発動。三笘のシュートは一度ブロックされるが、こぼれ球を上田が左足ボレーで決め、日本がイングランドから貴重な先制弾。これにはラムズデイルも首をかしげる。とは言っても、これは上田の決定力が高すぎるのだ。得点後も日本は1点だけとは言わず、2点目も積極的に狙い、試合はタイムアップ。日本がカタールワールドカップベスト8のイングランドを粉砕し、ワールドリーグ初勝利を飾った。結果、日本はイングランドにシュートを1本しか打たせず、自慢のカウンター戦術がうまくはまった。続く第4節の相手は FIFA ランク3位のブラジル。ここまで1勝2敗と好成績を残している森保ジャパン。果たして下降戦をたどっているブラジルに勝利できるのか。すると試合は27分、鎌田が相手ペナ奥深くに最高のフライパスを出すと、これを受けた三笘が中に折り返し、最後は久保がダイレクトで合わせるも、これはうまくミートせず枠を外れる。さらに前半終盤にも日本袴田がダイレクトボレーを放ち、ブラジルに休む暇を一切与えない。そして試合は53分、鎌田がやや低い位置から前線にくさびを入れ、最後は古橋が相手を剥がしシュートを打つも、これはアリソンのスーパーセーブに遭い、ゴールが遠い日本。その後も日本は細かい連携で王国を翻弄し、ゴールに近づくものの、結局1点も入らず試合終了。
だが日本はブラジルを内容で凌駕し、広まっていた差を確実に縮めた。この試合日本は4本のシュートを記録したが、枠内シュートが1本だけと、シュート精度に課題を残した。そんな状況で迎えた第5節の相手は、FIFA ランク6位のクロアチア。カタールワールドカップで激闘を繰り広げた国と、再び相まみえる日本。果たしてあの時のリベンジを果たせるのか。試合は5分、日本がクロアチアのパスミスを拾い、ショートカウンターを仕掛け、最後は久保が面白いタイミングでシュートも、これはコースが甘く、相手キーパーに引かれる。その後日本は、後半にジャガー浅野、伊藤、旗手を投入。がしかし、この交代にあまり効果はなく、ジャガー、伊藤ともに相手守備陣の強度に圧倒され、決定機をなかなか作れない日本。そして試合はこのまま終了し、日本がワールドカップのリベンジに失敗してしまった。スタッツは誤差しの通り、両者アグレッシブさを欠き、潮加減が過ぎる内容となった。続く第6節の相手は、FIFA ランク9位のポルトガル。ここまで惨敗が一度もなく、戦いが安定している日本。果たしてこの調子を持続できるのか。すると試合は13分、久保からパスを受けた前田が、横取りで相手をかく乱すると、最後は左足で豪快なフィニッシュ。日本が3試合ぶりのゴールを奪う。これぞ子供たちに愛される存在アンパンマン前田。愛する娘に最高のプレゼントを提供した。さらに試合は48分、三笘がペナ外でレベスに削られ、日本が絶好の位置でフリーキック獲得。キッカーはリオネル・タケフサ。メッシと同じやん。今季開幕からラリーガで無双状態のリオネル・タケフサ。今の彼を止められる選手はごく少数なのだ。試合は後半に入るとポルトガルがクロス攻撃を中心に仕掛けてくるも、板倉を中心とした守備陣がこの猛攻をしっかりしのぎ、ゲーム終了。日本が格上ポルトガルに快勝し、ワールドリーグ2勝目を記録した。てな感じで日本の神試合を見れたところで、リーグ終了までスキップすることに。果たして日本はワールドリーグを何位で終えたのか。強豪国の仲間入り。ところどころ負けた試合はあったものの、リーグ最少の5失点を記録し、堂々の6位フィニッシュ。そして優勝国は現在低迷真っ最中のドイツ。一方下位のチームはこんな感じ。タレント宝庫のイングランドがまさかの12位と散々な結果に。気になる得点ランクは、エムバペが13ゴールで得点王。さらには日本の上田がそうそうたるメンツの中にランクインし、点取り屋としての価値を証明。またアシスト王はヘッドフォン男チュアメニとなり、日本の久保は3アシストをマークし、司令塔としてチームを牽引。そして総合成績では、三笘、久保、上田の3人が計9点を挙げ、強豪相手にもしっかり結果を出せることを立証した。ということで検証結果、次のワールドカップマジでベスト8いける、でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたら、コメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。